今回は明治時代の22回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。今回は政府の動きについてですね。まず一番上です。1880年にある条例が出されます。その内容ですけど、こちらですね。国会規制同盟に対抗とあります。で、国会規制同盟というのは159番でもやりますけども、まあ、簡単に言うと国会開けということを目的とした組織ですね。で、この組織に対抗するためにこの組織ができた次の月に出されましたですね。で、内容はこちらですね。集会や結社の自由を規制しています。ではその条例を何というか、答えは集会条例と言います。では下ですね。大事件が起きます。で、どんな事件かというと北海道ですね。前に北海道の開拓についてお話しましたけども、開拓使という政府の機関があったの覚えてますか。で、あの開拓使をもう廃止しようということになりました。で、その関連で起きた事件ですね。で、中心になった人物はこの黒田清隆という人です。この人は後に内閣総理大臣になります。ではその北海道の開拓使の関連の事件を何というか、答えは開拓使勧誘物払い下げ事件と言います。で、開拓使が廃止になるので、じゃあ開拓使がやっていた事業とか、あと実際のものですね、じゃあそういうのを民間に払い下げしようぜって話になったわけですね。この勧誘物とありますけども、勧というのは国という意味ですね。国が所有しているものを払い下げしますよと。で、なぜ事件かということなんですけども、値段がめちゃくちゃ安かったんですね。この黒田清隆という人が清少ですね、商人であるある人物に譲ろうとしたんですけども、ではまずこの人物の名前いきましょうか。答えは五代友厚と言います。で、この五代友厚の会社ですね、何というかというと関西貿易社と言います。で、黒田清隆と五代友厚というのは二人とも薩摩藩出身なんですよね。で、このじゃあ勧誘物の価値がいくらぐらいだったかと、まあ、いろんな説があるんですけども、大体当時の金額で1400万から、まあ、1500万ぐらいじゃないかと言われています。で、その1400万から1500万ぐらいのを40万弱で売ろうとしたわけですね。めちゃくちゃ安いですよね。で、それが国民にバレるわけです。で、当然バッシングですね。何してるんだってことに、知り合いにそんな安く売るなんておかしいんじゃねえかとかっていうバッシングが出るわけです。で、そこにこの国会規制同盟ですね、を中心とした自由民権派ですね、もう政府を攻撃するわけです。で、政府、まあ当然、まあ、いいことか悪いことかって言ったら、まあ、汚職に近いですよね。で、もう仕方なくというか、ここです。政府はある約束をしました。どんな約束か、こちらですね。10年後に国会を開くことを公約しました。ではそのことを何というか、答えは国会開設の勅諭と言います。この勅という字は基本的に天皇に関係しますよね。天皇の意見が入ってますよということです。で、この国会開く約束しましたよということなんですけども、またこの10年後に国会を開くということで政府内でちょっと一悶着あったんですよね。それは何か、ここです。大隈重信が下野、これに関係します。で、政府はじゃあ国会開くよということを約束するんですけども、じゃあいつに開くかということで揉めたわけですね。大隈重信はもうすぐにでも国会開こうぜという考え方です。で、伊藤博文はいやいや早い早いと、もっと後でいいじゃんっていう考え方なんですよね。そういった政府内の権力争いもあり、結果的には伊藤博文側が勝ちます。で、大隈重信の方が負けて、大隈重信の一派が下野ですね、政治家を辞めましたと。で、この一連の事件ですね、この開拓使勧誘物払い下げ事件から大隈下野までの一連の事件を何というかというのがここですね。答えは明治14年の政変と言います。で、大隈が政治家を辞めた後ですね、じゃあある人物が大蔵卿となりデフレ政策を行います。ではこの人物は誰か、答えは松方正義と言います。今回はここまでです。ありがとうございました。